ペレアスとメリザンドは、ベルギーの劇作家、モーリス・メーテル・リンクが書いた戯曲。フランス語で書かれ、1892年に、ブリュッセルで出版された後、翌1893年に、パリで初演された。サラベルナールで、ペレアスとメリザンド男やもめでも王はかくない。アルモンド王国の王太子五郎は、日の暮れた森の中で道に迷ううちに、 長い髪の若く美しい女性が泣いているのを見つける。蘇生を尋ねるがメリザンドという名前、遠くから来たこと、冠をつけていて、それを水の中に落としたこと以外は、はっきりしたことはわからずただ泣くのみである。ゴロウはメリザンドを連れ帰る。数日後ゴロウはメリザンドを妻にし、許しを得られたら塔の光で知らせるよう、もし願いが叶わなければ、 メリザンドを連れて王国を去ることを祖父の老王を歩けるに手紙で告げ、目の衰えた歩けるに代わってジュヌビエーブが代読する。やがて王国の城に来たメリザンドはジュヌビエーブに連れられて暗い城の中を案内され、五老の弟で若き王子ペレアスと知り合う。城の塔の外から不吉な水平の歌が聞こえる。打ち解けたペレアスとメリザンドの二人は城の庭にある 猛の泉でじゃれて遊ぶ。この泉はかつて猛人の目を開いた奇跡の泉と言われたが、牢を歩けるが、盲目同然となってからは、訪れる人も、ほとんどいないとペレアスは言う。メルザンドは五郎からもらった結婚指輪を持て遊ぶ、うちに、それを泉の底へ落としてしまう。ペレアスは、落とした時に、正午の鐘が鳴っていたのでもう遅くなるから帰ろうと、メルザンドを悟す。 その晩ゴロは狩りで落馬し負傷して担ぎ込まれる。メリザンドが指輪をしていないことに気づいたゴロは激怒するがメリザンドは海辺で落としたと嘘をついてしまう。ゴロはメリザンドにペレアスを同伴させて海辺を探すことを命じる。夜の海辺でペレアスとメリザンドは小敷たちを見つけ、ペレアスはこの国に飢餓が迫っていることをメリザンドに説明する。夜に 城の塔の上でメリザンドが三人の儲いた王女を歌いながら髪を溶かしているとペレアスがやってくる。ペレアスとメリザンドはお互いでお伸ばし触れようとするがメリザンドの手が届かない代わりに彼女の背丈よりも長い髪が塔を伝って落ちてくる。ペレアスはそれをかき抱き狂気する。しかしその場をゴロウに見つかりたしなめられる。翌日ゴロウはペレアスを深い洞窟に連れて行き。 そこなしの沼を見せる。外に出た後でゴロウはペレアスにメリザンドの妊娠を告げ、刺激を与えぬようあまり彼女に近づかないようにと警告する。しかしまたその晩ゴロウが繊細の子、イニョルドを連れて、メリザンドの寝室の中を肩車で見せると、イニョルドはペレアスが彼女と一緒にいることをゴロウに告げるのだった。ペレアスはストークへ旅立つつもりで、 その前に今晩泉で夜会いたいとメリザンドに告げる。ウを歩けるがメリザンドと話しているとゴローがやってきてメリザンドをなじり、その髪を引きずり回して呪いの言葉をかける。歩けるが静止してゴローは部屋を出て行くがメリザンドはもうゴローを愛していないことを歩けるに話す。夕方にょルドが遊んでいると羊飼いが遠くへ去るのを見かける。夜になり 泉で待つペレアスのもとに、メリザンドが現れる。愛の告白をするペレアス、私も好きだと答えるメリザンド。木陰の闇で抱き合う二人、その束のマコロが現れ剣を抜く。ペレアスは剣を持っておらず抵抗できない。切られる寸前までキスを求める二人を無言で襲う、ゴロペレアスは死に、メリザンドも傷を負い逃げ惑う。召使いによってメリザンドが、小鳥でも死なない。 小さな傷によって、瀕死の状態にあること、そのショックで小さな赤子を産み落としたことを噂し合う。医者に見取られ、死を待つのみで横たわるメリザンドに、ゴロウは開墾にくれつつも、ペレアスとの不義理の有無を問い続ける。しかしすでにメリザンドは、光線の国へ旅立つ際であり、許さなければないようなことは、思い浮かばないなどと、受け答えは容量を得ない。別室へ下がったゴロウを、 歩けるが慰めさとしている最中、メルザンドは誰にも見取られず、一人静かかに池を引き取る。泣き崩れる五郎に、歩けるは、今度は、あれが生きる番だと、小さな赤子を見せ、静かに幕が降りる。この儀曲は、同時代の多くの作曲家によって、題材とされている。ありがとうございます。